ねねちゃん可愛かったね、みんなよかったね。いや、よかったよ。見た？可愛かった。よかったね。本当に見た。ご期生みんな肉食になりました。もうね、昨日はさ、本当にねねちゃんがね、こう歌って、お披露目して歌って、でね、頑張ってよ、なんか今まで頑張ってよかった、みたいな感じのことを、まあ言ってたと思うんですけれども。まあ、ねねちゃんがね、人一倍頑張ってたのはね、もうみんなご期生はもうやっぱり近くで見てたからね、もうちょっと泣いちゃったよね。本当にね、あれはね。いや、泣くよ。泣いた泣いた。私はもうひっそり泣いたわ。いやー、人一倍頑張ってたよ。でもまあ、ねねちゃんはああやって、じゃあこうでもね、ちょっと勘違いしてほしくないというかさ、まあ、ここで言うのもなんなんだけど。あの、なんて言ったらいいのかな。ねねちゃんは、まあ、人一倍、頑張り屋さんで、まあ、ね、強いというか、耐えれたじゃん。耐えれた？耐えれたっていう言い方もちょっとあれなんだけど。ただ、なんか強いから平気とか言うわけじゃないから、そう。なんかそこだけはちょっとね、頑張れたからよかったねではあるんだけれども、あとなんか、なんだろうな、結構そう、頑張って乗り越えた。だから強いから頑張れたのはもちろんそれもあるんだけれども、じゃあ強かったからじゃあ平気だったのかって言ったら絶対それはないから、なんかあんまりそんな言うほど頑張ってないとかさ、なんかいやでも別にめっちゃ恵まれてる方じゃんみたいなさ、ことを言う発言はね、私はねちょっと嫌だなと思った。でも本当にね、人一倍頑張ってるのは横で見てたし、ご期生もね、いやもうなんかね、なんかして、なんかできることあるかな、してあげたいなって思っててもできないんだよね、何もできることがないから、この今回の件に関しては。他の言ったらそのご期生はただもう見守るしかできなかったから、私たちがじゃあなんかね、ライブ 2D 動かしますか、そんなできないからひたすらもうなんか頑張ってるねねちゃんをもう横目でもう頑張ってねって言うしかできなくて、そうなんだよね。だからもう本当にもう見守るしかできなかったからね。なんか他にももっとできたらよかったんだけど、でもそれでもよくねねちゃんは耐えて頑張ったなと思うわけですよ。いやーほんとよかった。でもまあでもまだ 3D 残ってるからね、あとは 3D ね、新しい衣装の 3D 作ってもらって動けるようになったらね、ちょっと今回ブルームもね、だからそのせいで出れないみたいになってたから、だからまあね、ちょっとブルームは残念だけど、この後は楽しいイベントが待ってると思うから、ついになってで新たに何かしらのイベントがもしかしたらあるかもしれないから、ないことはないと思うからね。だからそのなんだろうな、先の楽しさを一緒にね、ねねちゃんと、まあ、ご期生とホロライブみんなで見ていけたらいいなとは個人的には思ってるね。だからブルームに関してはね、もう2月入ったからもうすぐじゃん。だから